お母様から代を継がれた後に、はい、その会社の理念の策定、経営理念ですね、はいはい、そこにすごく注力されたということでしたけれども、そのあたりの話をちょっと聞かせていただけませんか。そうですね、あの母が病気をしてですね、思ったことがあります。人は必ず死ぬんだと、病気になっていつか死ぬんだと、でももし母が死んで、例えば私も同時に死んだら、じゃあ誰が社長になるの、誰がこの会社を運営するの、こんなことを考えました。人が死んだら、経営者が死んだら会社が死ぬのかなと、これじゃやっぱり立ててもらったお客さんには申し訳ないと、経営者の頭脳、これさえ守れば絶対会社は安定的だよっていうような形の明確な理念が必要じゃなかろうかと、こう考えまして、はい、一つ参考になったのはやっぱりその総理の創業者伊深さんですね、はい、首位書っていうものを書いて、ソニーのその首位書、だから今の代でもそのソニーイズムっていうのがずっとやっぱり伝承されつつある、まあ、こういった形のものがちっちゃい会社だけど必要じゃなかろうかと、こう考えまして私も首位書っていうのを考えました。11か条あるんですけども、まあ、地域のためにとか、お客さんの利益、それがやっぱり我々の利益、まあ、そういう項目が11項目ぐらいあるんですけど、私はその社員にそれを浸透させようって、社員にとにかく覚えろ覚えろと、はい、これがうちの会社の理念なんだ、就職なんだということで一生懸命社員に提供するんですけど、あまりにも11項目あったらですね、何が何だかよく分からなくなってしまうんですね。そこで一言だけにしました。集約したと、一言で言える、これは社内にもお客様に対してもずっと100年後も200年後も言い続ける会社の理念を一言だけにしました。それが残す残るっていうことです。残す、はい、世界遺産の意って書いてですね、何のためにデザインをするのか、これは残すためです。何のために品質を上げていくのか、残すためです。あのうちは今ですね、あの大工さんの技術、これをとにかく残していこうと思いまして、今ほとんどがその注文住宅はプレカットっていう工場で刻んでいくっていうやり方なんですが、うちはいまだにその古いやり方の手刻みのやり方をあのやっています。そういう職人さんの伝統とか技術を残していかなきゃいけない。でやっぱりお客さんが家を建ててもらった感動っていう形のものを残していかなきゃいけない。だからお客様とどうやってつながっていけばいいのかって、全てやっぱり残していかなきゃいけない。会社ですから利益も残していかなきゃいけない、何のために利益を残すかというと会社を残さなきゃいけないわけです。じゃあなんで会社を残さなきゃいけないかというと、やっぱり建ててもらったお客さんのとのつながりを残すためです。まあ結局全ては残すため、そして残っていくっていうことが会社の理念ですね。だから決してそのそう考えていくと、会社は右肩上がりの拡大っていう形のものは、急激な拡大っていうのは非常にやっぱり怖い部分もあります。本当にそれで残っていくのかなと、右肩上がりになるとそれなりに人も増やすでしょうし、人を雇うためにまた無理もするかもしれない。そうですね、だから拡大型ビジネスモデルという形のものじゃなくて、やっぱり残っていく、経営っていうものをしていかなければいけないんじゃないかなと思います。